は普通にブレーキを操作するだけで勝手にエンジンが止まって、またブレーキペダルから足を外すと勝手にエンジンがスタートします。前のモデルと比べて約 24% の回転でリッター23キロ走る車になりました。こちらですね、ベルト駆動式のスターターオルタネーターというシステムになりまして、従来のスターターとオルタネーターというものを一つにまとめまして、効率よく使っていくシステムになります。このスターターオルタネーターですね、コントロールユニットというもので、スピードであるとか、ブレーキのペダルなどをモニタリングしまして、常に最適な状況を保っているんですけれども、それで時速8キロ以下になると自動的にドライバーの止まりたいという意思を汲み取ってエンジンが止まるという仕組みになっているんですね。でこういったことで簡単にエンジンストップとスタートを繰り返すので、それを可能にしたのが新しい高性能のバッテリーというものになります。でこのスターターオルタネーターとコントロールユニットとバッテリー、たった3つの変更でこの大幅な燃費改善を実現しています。もしこのエンジンの止まる仕組みが鬱陶しいなと思われる場合は、センターコンソールの前にスイッチがございますので、このシステムをオフにしていただきますと、通常通りエンジンがかかった状態でお使いいただけます。でブレーキを離していただくと、これスリープしないんですよね。そうですね。大丈夫ですね。いや今離しますね。あ、かかった。これでアクセル踏むと本当に出ちゃうわけですけれども、これだけだとスリープはしないということですね。ちょっともう一回やってみてですね。これで踏むと止まります。タコメーターもゼロになります。はい。それで、アクセルからブレーキから足を離します。はい、と接触もかかります。なんかあれですね、そのブレーキから足を離してアクセルペダルにこう足を移すわけじゃないですか。はい、その間にもエンジンはかかっちゃう感じですね。そういうことですね。だいたいブレーキから離して3秒以内にはエンジンがかかる、はい、形になってます。あ、そうすると実質的にはほとんどなんかエンジンをもう一回かけてるっていう感じがしないというか、それを待ってるという感じはしない感じですね。8キロ以下になるとですね、こういう時ですよね。はい、やっぱり止まるんですね。そうですね。それがその違和感ある時なんかは、オフボタンを押していただくと作動しないようにはなります。今バックに入れた状態でオレンジに切り替わったんですけども、今は作動していない状態ですね。バックに入れてから10秒間は、ドライブに入れるとエンジンが切れないようになっています。